けど、今日の、いろいろ、まあ、あのオミックスというか、まあ、あのこの統合データベースの活動の方で作っているものプーツールであるとか、いろんなオミックス の話があったと思うんですけど、まあ、今日最後にお話しするのは主に遺伝子発現の方ですねの、データの話とそれにまつわる、まあ、それと関係するゲノムとかトランスクリプトーム のデータベースが関連のお話をさせていただきます。まあ、遺伝子発現といっても先ほどあったプロテオムのタンパク質の発現と、まあ、似てるんですけど、まあ、遺伝子発現のこのデータの方が、まあ、たくさん あると。それは、まあ、なぜかというと、まあ、測りやすいからということで、まあ、皆さんの多分やられている実験というか、まあ、自分自身がやってなくても周りで見てるとそういうふうなデータから、まあ、話があったりとか、そういうデータをもとにいろいろされてる、なんていうのかな、結果とかをたくさん見ると思います。でその遺伝子発現のデータに関して今回はお話しさせていくということで、皆さんから事前にアンケートいただいたんですけど、ほとんどの方が遺伝子発現データを再利用したいというふうにお答えいただいてまして、その、まあまあ、希望にというか、まあ、皆さんの、ちょっとでも、まあ、役に立つ、一つでも役に立つことを見つけて帰っていただけたらなというふうに思います。主にですね、このライフサイエンス統合データベース事業 のお話ということもありまして、遺伝子発現 の個別の、解析手段とかそういうことにはあまり今日は立ち入りません。でどちらかというと、こういうデータベースがあってこういうとこから探して使ってるよというふうな話がメインになりますので、ぜひその辺そういう感じで気持ちで話を聞いていただけたらなというふうに思います。で、今日使うテキストはですね、ですけれども、この、GitHub のこの AJAX トレーニングの AJAX77 という今日のページのところに、皆さんのここに この統合データベース講習会 AJAX 番長3で、Google 検索などしていただ、まあ、Yahoo でもいいですよ、 Bing でもいいですよ、検索していただいたら、このページに、多分たどり着くんじゃないかな。 GitHub から始まるやつですね、 github.com、 でそこからに、アップされてまして、こういうウェブサイトに、なってて、その中の、この06アンダースコアボーノって書いてるところなんですが、この下にですね、今日 のここの皆さんのテキストへの、リンクがあると思います。ここの、私のとこをクリックしていただくと、いいと思うんですけど、そこに行くとこういうふうに、出てます。でこれは実際にはここの readme っていうファイルの中に書いてあって、これはなんでこんなふうに、リンクとかがついたりとか文字が大きくなったりとかするかというと、マークダウンって言っていう書き方で書いてます。実際には見たかったら、僕がどうやって書いたか知りたかったら、あれなんかちょっと今日は乾燥してんのか暑いのか、ちょっとパッドが変ですね、どうだったかな、ローとかいうのがあってですね、もう一回これですね、このリードミーってもう一回クリックしていただいて、ここの時に、ローっていうのを見ていただいたら分かるんですけど、こんな感じで、書いてるそっけないページなんですけど、これだけ見てもあんま面白くないと思うので、戻っていただいてこの割と見やすい方のページで見ていただくといいと思います。はい、で、はい、でこの、ページの内容に沿ってやっていきますので、皆さんで、まあ、今日の話は実はやることはもうここに書いてある これだけです。はい、でまあアブストラクト用紙にも書いた通りのことで、まあ、発現データベースとは何かとか使い方とかいう話をして、あとはまあ個々の遺伝子の発現をまあ見るようなツールの話と、あと何個か自分で遺伝子のリストポートフォリオみたいなのを持ってた時に、その遺伝子の特徴を見るのにどんな感じのツールを使ってますかとか使いますか普通はというのをやるんですけど、ここに書いてある実習って書いてある1から4まであるところを皆さんと、一緒にやろうと思います。それをやってですね、で、まあ、時間の余ったとかもう知ってるとか先にできますっていう人はこの応用なんかに書いてあるようなことをやってみるといいかなというふうに思います。もしくはこのセットを変えて、今回はまあ割とテストセット的なものを皆さんにお渡ししますが、テストセットじゃなくて自分で知っているような、自分でやりたいようなことを、例えばこんな検索ツールですと最初からでもいいんですけど、自分が知りたいキーワードなんかで入れてやる、まあ
そういう感じでやっていただくでもいいと思います。今から説明するツールの多くはですね、すでに動画のチュートリアルっていうものが、日本語で作られております。でこれのことを統合テレビと呼んでおりまして、統合テレビっていうのは、はい、その今言ったこの講習会を始めた頃からほとんど同じ時期から始めてまして、まあ、最初はあまりこの講習会で使うというつもりもなかったんですけれども、結果としてこの講習会とかでよく使っております、動画のサイトになってます。で作ったものは全部動画なんで、YouTube にも、アップさせてっていうか、実は今は YouTube にあるものを皆さんが普段メインで見てることになってるんですけれども、そういうサイトにあります。もう今まで説明あったからもうあんまり言いませんけど、こういうページですね。最新版はなんか Gmail の使い方になってますね。こんな感じで新しい新入りの方に教えるとかいいと思うんですけど、だいたい1600件ぐらい、の動画が上がってます。これは1600の数え方は作ったら1個なんで、Gmail の使い方なんで何回も変わってますから、使うそういうのをアップデートして作るたびに数は変わってますけど、これに関しても、もう12年やってるんですけど、12年でこれぐらいの、件数になってます。はい、そういうツールで、ここで何かその入れると、例えば発言とか、日本語でもいいですよ、遺伝子発言とかって入れると、遺伝子発言に関係するものは115個ありますとかいうふうになるんですが、そんなことしなくても、遺伝子発言なんかの場合はここに有名なタイトルですから、ここでクリックして遺伝子発言解析とかいうふうなことをクリックすると、もうちょっといいインデックスが出てですね、こういうふうにタンパク質、遺伝子タンパク質発現を網羅的に調べたいっていうものは、どんな動画がありますか、どんなことですか、どんなものがありますか、いつ作りましたかっていうのが、こういうふうにざっと出るようになってますので、ぜひ今まで知らないというか使ったことないっていう場合は、こういうのをやってみてください。で特におすすめはですね、今回やってるアジャックスの講習会の過去のものは全部ここに、全てアーカイブされてます。でやったものは全部ここに上がってますし、まあ、こうやって喋ってるのも撮ってますよね。それもある上に、今皆さん持ってるような教材、それも全部ここからアクセスできるようになってて、例えば今日はなかったようなそういうタンパク文献のデータベースの使い方とか知りたいなとかいうふうに思うと、どっかにあると思うんですけど、ないかな、いやあるはずなんですが、もうちょっと下かな、ここにありますね、はい、文献データベースとかこういうふうなものを知りたいなと思ったら、これを見て、これをクリックしていただければ、その時の、動画も出ますし、その時 に使ったはい、PDF なんかもこっちに出るようになってます。なんかはいなってますんで、そんな感じで使ってください。はい、全然本題にちょっと行ってなくて、東方テレビの話ばっかりなんですけど、こういうふうなものをまあ作ってます。はい、でこういうツールとか知りたいのにないなという時があると思うんですけど、そういう時はリクエストフォームっていうのがあるので、ありますので、こっちでリクエストしてください。匿名でも大丈夫なんで、リクエストしてみてください。前置きが長くなりました。発言データベースの話を始めていこうと思います。でですね、はい、それで電子発言データベースの話なんですけれども、まずですね、発言のデータがじゃあ全部なんでこういうふうにデータベースになっててみんなが使えるかっていうと、これにはもちろん理由がありまして、もともとですね、今はでこそその次世代シーケンサーとかでシークエンス読んで発言を測るっていうふうに皆さん思ってる方が多いと思うんですけれども、もともとは実は発言解析っていうのはインサイチューハイブリダイションとかそういうのもあるんですけれども、網羅的に多くの遺伝子を一度に測るっていうのは、そのマイクロアレイという、手法ですね。これは皆さんご存知のノザンブロッティングって手法ありますね。自分の調べたい、サンプル、逆もあるんですけれども、それが調べたい遺伝子 の, RNA が のあるかないかっていうのを双方的なDNA、この場合は DNA の場合も RNA の場合もありますけれども、そのようなものと、ハイブリダイゼーションして、そのハイブリダイゼーションがあったかなかったかっていうのをこうスキャナーかなんかで取り込むみたいな、でそういうのを非常にミニチュア化して、精密化というかギュッと押し込めてやったのはそのマイクロアレイですけど、そういう
スキャナーで読み取ってハイブリダイゼーションベースでやる手法なんかをの実験が非常にたくさんできるようになった2000年頃からそういうデータベース化が始まってます。でこれは2000年か2001年ぐらいから始まってて、そのマイクロアレイのデータを集めてきて、データとして公開しようということをこれもやはり先ほどからずっと話の出ているアメリカの NCBI なんかが中心になって、NCBI でそのデータベースがあったからです。そのデータベースに関して後で話が出てくるんですけれども、そのようなところのデータベースに、登録するということなんですけれども、日本人は割とそういうの消極的で自分のデータが人に使われたいのかもしれないんですけど、なんか見られて何か言われたら嫌だなということが多くて、あんまり公開したがらなかったんですけれども、最近はそういうのを公開するんだっていう流れが非常に強くなってきてていい傾向だと思うんですが、それがですね、海外、アメリカとかヨーロッパですけど などではですね、研究費ですね、研究費をもらった時の、オブリゲーション、必須条件ですね、研究費もらったからにはデータ公開しないと絶対ダメってなってて、それやらなかったらもう研究費追加もらえないみたいな、そういう重い条件がですね、引かれてて、論文が仮に出なかったとしてもその、研究費でやった実験のデータは全部登録しなさいという極端なことまでありまして、そういう考え方というか、そういう前提が割とあってですね、日本にあるのとやはりだいぶ温度差があるんで、ギャップをマインザギャップって書いてあるの、そういう意味で認識してください。だから向こうでたくさんデータが登録されてて、なんか失敗したようなデータ前登録されてて、あいつらアホやと思ってるかもしれませんけど、そういうことじゃないんですよ。あいつらアホじゃなくて登録しないといけないです、失敗したデータも。でそういうふうなデータが全部登録されてて、日本人は割とそのチャンピオンデータだけを載せたがるんですけど、そういうチャンピオンデータ以外のデータなんかも含めて全部上がってる。だからこのデータは失敗したデータですよとかいうふうなアノテーションとかが大事で、このデータはすごく論文にも使ったデータです、そうでないデータですみたいなのをこう何らかのこう印をですねつけて、そういうのつけることをアノテーションとか言いますけれども、そういうことをして、データをどんどん公開すると、そういうことをしてます。で仮によくあるのは日本だと論文を出すときに直前になって急に急いで、論文とデータを登録するということが多いんですけれども、そういうことは向こうはあんまりなくてですね、実験をして72時間後とかなんか決められてる場合もあるぐらいで、割と結構厳しいです。そういう違いもありますので、向こうにでデータが出てるのは割とあると。 でもデータが出てても何の実験やったか分からなかったら全然意味がないというか、分からないからね、そもそも検索にもかかりませんよね。そういう状況なんですけど、データとしてはどんどん公開されているのが普通で、になってます。日本でもデータを登録するだけはできるんですけど、その公開するのは止めておくってことはできますから、もうそういうふうないいことは真似すればいいと思うんですけれども、遺伝子発現のデータっていうのはそういうふうな感じで今まで日本人がやってきたような形とは違ってですね、できる限り実験やったらすぐに登録してっていうふうな感じでやっていただけるといいなというふうに思います。はい。でギャップの違いはそれぐらいにしといてですね、で今さっきもちょっと言っちゃいましたけど、マイクロアレイが発明されて網羅的な遺伝子発現定量ができるようになったから遺伝子発現のデータベースができてて、最初の頃はそんなマイクロアレイとかで出てくるそのスキャナーのイメージのデータですね、イメージのデータなんか登録するのは数メガバイトもあって、そんなでかいデータ載せるなんて大丈夫なのかみたいな話があったんですけど、今となってみたらその、イメージのデータからしか皆さん使わなくてですね、これはアフィメトリックスのデータの形式ですけど、セルっていう拡張子で終わるファイルがあって、セルファイルって、よく10年ぐらい前はよく言ってたんですけど、そういうイメージのデータなんかがよく使われて、そういうデータ解析からもうしたくないというか、もうすでにできたデータがエクセルのスプレッドシート型みたいになったデータですね、よくそういうのをシリーズマトリックスデータとかシリーズマトリックスファイルとかいうふうな言い方とかもしてますけど、複数の実験条件のものが横にですねカラムで、発現の定量値があって縦にずっと遺伝子が並んでるみたいな、そういうデータを使うようなとこから始まってます。
で、その頃マイクロアレイのデータベースを作ろうって言って始めたのが、まあ、あの3箇所ぐらいあったんですけど、まあこんな感じです。 NCBI で作ってたのがそのジンエクスプレッションオムニバスゲオって言って今でもありますね。で、 EBI はアレイエクスプレスで、まあ、もう見ての通りマイクロアレイのデータベースなんですけれども、そういうのを作ってました。で、実は DDBJ でも、サイベックスという形でやってて、たんですけど、一回ちょっと、担当者とかがいろいろ変わって、辞めてたんですが、実は去年からあのゲノミックエクスプレッションアーカイブ GEA という名前で、マイクロアレイだけじゃないんですけど遺伝子発現の、ま、データベースとして、仕切り直して、上がってます。後でまたこの話出てきます。 でですね、この3つあって、じゃあこの3つもあの DDBJ とかジェンバンクとかあのみたいにデータを交換して仲良くやってるんですかというと、実はそうでもなくてですね、あの仲悪いわけじゃないんですけれども、あの塩基配列のデータのようにデータを交換するというふうなあの仕組みはなくてですね、それぞれあの、まあ、別々にやってきています。もう基本的にはそうです。ですが、このEBI のアレイエクスプレスに関してはゲオのデータを一時期定期的に取り込んでたので、あの、重なりがありますが、最近はやめてます。またなので、このじゃあパブリックのジンエクスプレッションのデータに検索しましたって言ったら、あの実は皆さんゲオしか検索してないこと多いんですけど、それ以外のところにも入ってる可能性ももちろんあるということをあの、覚えておいてください。まあ、ここに関してはちょっと始まったばっかりなんでそんなにデータ入ってませんけど、基本的にはこの2つを調べないとあのまずいんじゃないかなっていうふうに、私なんかは思ってます。で、まあ、シーケンスが大量にできるようになって、その NGS と呼ばれるものがちょうど10年ぐらい前から使われ実用化されてですね、でその時に、シーケンスすることで RNA の発現量を測定しようという実験手法ですね、 RNA-seq ですね、トランスクリプトームシーケンスがあのできるようになってきて、で結局この RNA-seq で出てきたデータも定量したら最終的にはこちらのデータベースに、入るように、なってきてます。でここで困るのはですね、実はあの、どちらがオリジナルあのよりローデータ生データかという話です。あの、そういうデータっていうのはあのどこかのパブリックレポジトリに登録してくださいっていうふうにあの論文誌とか、ね、発表するときに言われてるんですけれども、シーケンスそのものを登録すればいいのか、その RNA-seq としてその発現した定量データを登録すればいいのかっていうので割と、揺れてるんですけど、まあ、多くのデータはその NCBI のゲオなんかに登録されてて、シーケンスのデータとともにゲオに登録されているというふうな状況になってます。ですがあの実際には、まあ、あの最低条件としては配列データさえ登録されてればいいので、どこか あのシーケンスリードアーカイブ SRA のどこかに登録されてて、まあ、SRA っていうのはあの NCBI のだけじゃなくて、EBI でも、DDBJ でもあの一緒にやってて、これに関しては塩基配列のデータなんでお互いデータを交換してやってるという状況です。ですのでどこでも SRA は見に行ったらあの一緒なんですけれども、あの NCBI にのゲオに登録すると同時に NCBI の方の SRA に登録されてっていう配列データがっていうふうな状況になるようになってます。ですので、まあ、多くの RNA-seq の人たちは皆さんここに登録してきてたんですけれども、あの、まあ、ご存知の通り RNA-seqとかをはじめとする NGS のデータ量ってものすごい大量です。で現状、どれぐらいあるかっていうと、公開されているものだけで全部足したら、10ペタバイトぐらいになってます。でそういう状況なので、もう割と各国自分のところに来たらいいよって言ってたのが今はもう逆で、あの各地域とか各国ごとにできればあの処理してほしいっていうふうになってて、そのまあ流れもあって DDBJ の方の SRA に登録するときと同時にこの GEA の方に RNA-seq のデータを登録するというふうなことを今、皆さんにはお願いして、いるところです。ですけど、まあ、どっちに登録しても別に構わないんですけど、あのそういうふうなあの流れになってます。まあ、ちょっと今口で全部ややこしい話をしちゃいましたけれども、この辺に関しては実際にパブリック あのところのサイトとかにもありますし、僕なんかが話したりとか講演とかにも載ってますので、そういうところをちょっと見ていただければいいかなというふうに思います。基本的にはここに書いてある通りです。はい、まああとよく分からなかったら後で聞いてください。はい、でこっちは今日の本題そっちじゃないので言うんですけれども、多くのというか、まあ基本的にはあのこの辺のデータベースゲオとかアレイエクスプレスとか GA に関しては発現の定量値も載ってますけれども、
基本的にはそのソースのデータ、まあ、マイクロアレの場合はそのイメージのデータで、配列の場合はその SRA のまあ番号ですね、何のどの番号の SRA で登録されているかとか、そういうふうな情報が載ってて、そこだけしかないんですけれども、実際にはそれだけじゃ使えないからって言って自分でそれらのデータを取ってきて、まあ、何らかの発現定量をするんですけれども、マイクロアレイの場合はもう基本的にはハイブリダイゼーションしたらそれを取り込んだスキャナーでの強度を取り込みます。そうするとスキャナー の、まあ、ソフトウェアがもう各プローブですね、要するに各遺伝子ですけどに対する発現量というのはもう全部エクセルのシートみたいなので吐き出してくれますので、それをもう見て、あとはまあちょっとそういうノーマライゼーション、正規化ですねっていうのをさえすれば発現の値としてまあ使えると。だからその遺伝子がどんな遺伝子だったかっていう機能アノーテーションなんかを足してまあ解析するみたいなのがまあ流れだったんですけれども、まあ、NGS になるとその辺がちょっとややこしくなってて、ね、どこがややこしいかというと、まあ、その前半部分ですね。まあ、昔はそのスキャナーで読めば全部遺伝子ごと出てきてたんですけど、そうじゃなくて配列データなんで、その配列のデータをゲノムなんかにペタペタ貼り付けてですね、そのどの遺伝子の領域に貼り付いたかみたいなのをこう集めてきて、アッセンブルって言ってますけど、それを集めてきて、その転写単位ごとの発現量っていうのを出して正規化して、あとは一緒ですねっていうふうなまあ流れでまあやるというふうになってます。今日は実はその辺細かく話しませんけど、ちょっと前に2年前に出した本とかに書いてますんで、そういうところを見ていただくか、こういう細かい手続きに関してはドライ解析標本というのはプロトコルの本を4年前に出してますので、そういうところを見ていただければ、こっちの NGS に関してはそういうところに詳しくは載ってます。はい。で今日はその話はしません。でそこはだけやろうと思ったらこれ1日かかりま、1日じゃないな、1日か2日ぐらいかかりますので、今日はやらなくて、今日はあと1時間で何やるかというと、そういう解析をするためのデータですね。もちろん自分らで出したデータがあればもうそれをやればいいんですけど、そうじゃなくて多分自分たちが興味のあるデータをパブリックのデータベースから探してきて、それをまあやるということになると思いますね。その興味のあるデータの探し方っていうのを今日は話そうと思います。で探し方なんですけど、先ほど言ったゲオとかアレエクスプレスとかそういうのに直接検索するのもいいんですけれども、DBCLS の方でこういうそれらのデータをですね、インデックスを作って、それらのデータを一気に検索して探してこれるようなものを作ってます。それがこの AOI というものです。 All of Gene Expression の苦しい頭文字を取って AOI と呼んでますけど、これを使います。でもこれはこの辺クリックしてみてください。そしたらこのようなサイトに行くと思います。でこの AOI なんですけれども、これは先ほど言ったようにこのEBI の R-Express と NCBI の GEO、あと DDBJ の GEA を3つを足した遺伝子発現のデータを検索するためのインデックスになってます。まあ下の方見て分かる通り、一番トップのサイトではまずそのデータ全体の統計的なものが出てて、データの多い生物種順のランキングとか、あと年ごとの件数ですね。でこの時に件数1個っていうのは何を意味しているかというと、ハイブリダイゼーション単位じゃなくてデータとして登録された、発現データとして登録されたシリーズ単位になってます。ですのでちょっとそこは違うんですけれども、そういうデータの取り方になってます。そういうなのでちょっと他 のデータベースと比べるときにややこしいかもしれませんけれども、だいたい10万ちょいぐらいのシリーズのデータが登録されてます。で、それはこの、先ほど来言っています EBI と、あ、じゃあ R-Express と KEO と、あとまあ GA3 つから集めてきてると。でこれに載ってるのはマイクロアレイのかつてのデータと、かつてか、まあ、今でももちろん登録されてるんですけど、マイクロアレイのデータによる発現データと RNSEC ですねによるデータっていうのが、登録されてます。でまあ、特徴としてはこういうふうにキーワード検索もできますし、ヒストグラム表示でできるというふうになのが特徴です。じゃあちょっと一緒にやってみましょうか。でまあここではなんかいろいろ例があるんですけど、皆さん自分で探してみたいようなのをやっていただいたらいいんですが、
まず簡単な使い方で言っておくと、ここまずですね、ここにあるランキングってただ単にこれ表示してるだけじゃなくて、これクリックすると絞り込めます。例えばですね、何にしようかな、シーエレガンスだけ見たいっていう時は7ってクリックするとシーエレガンスのデータだけになります。今なんか変わりましたね、こっちですね、変わったんですよ、こっち、こういうふうになってて、でここでまたドロソフィラメラノガスターとかクリックするとその2つの部分のヒストグラムになると、そんなふうなインターフェースになってて、どんどんこうやって増やしたりで、もう一回クリックすると消えてくれたりとかいうふうになってます。へえ、でじゃあトップ10しかあんた出さへんのかっていうふうによく言われてたので、いやもうちょっと出しましょうっていうことで、ショーモアってクリックしてくれればもうちょっと出ます。30位前ですけど、はい、でこれ更新のたびに変わるので、更新のたびに増えたら、これ新しい生物が出てきたら、これ新しいアイコン書かないといけないんですけど、鋭意頑張ってます。だいたい出てくるんですけど、まあだいたい30位ぐらいまでやってくると、だいたいメジャーどころが分かるかなみたいになってます。でこの数は先ほども言いました通り、実験のシリーズになってるので、零細な研究をいっぱいやってる生物が有利になります。すごいたくさんのシリーズ、たくさんの実験を含む1シリーズのデータとかを出しちゃうと不利な、それは1です、それは1なんですけど、そういう数え方はちょっと違うんですが、ハイブリダイゼーションベース、かつてのハイブリダイゼーション、今でいうところの ランベースの数え方にはこれにはちょっとなってませんので、そこだけご了承ください、はい、そういうタイプの、数え方なんですけれども、できます。でこれ全部リセットするのはどうするんですかって言われるんですけど、リロードしてください。リロードすると全部戻ります。はい、でそれでどうしようかな。でここに書いてある通りやりましょうか。僕はこの前でここでテキストに書いてある通りやろうと思うので、じゃあまず大腸菌だけ、 E. コーライだけ選択してみましょう。あ、間違えた、レフェックスじゃない、あれこっちだ。大腸菌、そうですよ、これテキスト作った時からちょっとずれてますね。すいません、一回更新しちゃったんで、ずれてしまってて、大腸菌がここにないんですけれども、大腸菌12になってます。ですけど12ってクリックすると多分12だけになります。あ、大腸菌だけになります。でこのテキストでは大腸菌が8位だったので、更新されてしまってこれ変わっちゃってるんですけれども、すいません、まず大腸菌だけにしていただいて、さらにですね、大腸菌のデータだけでこのその大腸菌のヒストグラムの分布がここに出たんですけど、これだけじゃなくて、実はその下の方に、ずっと下の方に行くと何の実験でやったものかっていうののランキング、分類も出てます。で発現データって主に言ったんですけど、 RNA-seq とマイクロアレイって言ったんですけど、これ青系がマイクロアレイで、赤系が RNA-seq になってます。ですので大腸菌はどっちって言ったかな、これ最新版じゃなくて申し訳ないです、これちょっと、でこれでこのテキスト通りやると、RNA-seq だけですね、これも実はクリックできるようになってて、イルミナだけで、あとアンノーン NGS と、あとアザー NGS だけとか、そういうふうに絞り込むんで、やることもできます。でこれ実はこんなアンノーンとかアザーとかってなってる理由がありまして、これは実は NCBA のゲオを最近取り込んだんですけど、その時に実はですね、この辺のNGS だって分かるんですけど、どのシーケンサーか分からないみたいなデータが出てきたんですね。でその時にどうしようかって言って、困りまして、じゃあってことで、アンノーンにしようってことになっちゃってるんで、これは実はアンノーンの中にイルミナーのやつが入ってですね、多くは。でそういうふうになっちゃった理由は、ちょっとインデックスを作る時の手続きで、まだこの辺のイルミナかどうかっていうのを判定するプログラムは対応しきれてないからで、ちょっとデータ量多くてちょっと対応しきれてなくて申し訳ないんですけれども、そういうふうになってるからです。でそういうふうな感じで選んでいただいて、選択したリストで表示っていうふうにすると、今の絞り込みで、データが出ると思います。で実は今
大腸菌だけの絞り込みが上だと聞いてしまってます。でなんでそうなってるかというと、あの下の方 の, あのこの1個戻りますけど、下の方 の, あのこちら の, あのランキングはですね、ちょっと連動してないんですよ今のところ。これ上と下がちょっとあのすいません、あの、これは、連動してない、非連動なので、ここの上の大腸菌っていうふうなやった絞り込みでリストを得てですね、出てきたやつは大腸菌だけなんです。ですけどこんなところになんかボスタウラスとかシーエレガンスとか入っててなんかおかしいよっていうふうに皆さん言うんですけど、これはそうじゃなくて、このメインの生物種は確かに大腸菌のやつ、ここもメインはあの人だったんですけど、この中のデータの中にどっかにあの大腸菌って記述があるんです。あるからこういうふうに引っかかってきます。ですのでしょうがないので、大腸菌だけ見たかったらここでさらにですね、こうクリックすると相当かかりますので、この辺の塊だけを見てもらうというふうな感じにしていただくと嬉しいんですけれども、そういうふうなちょっと今仕様になってます。ですので、大腸菌っていうふうなものがどっかにあのこの生物種名だけじゃなくてこのディスクリプションのどっかに出てくる。あとですね、今大腸菌だとあんまりないんですけれども、複数の生物種を同時に測ったデータを登録しているってことがあります。シリーズごとなので、一個ずつの生物種が違うときがあります。あと、混ざったデータっていうのも、あるんですけれども、そういうときに、こう、大腸菌っていうところとかがこういうふうに完全にはならないので、その辺はちょっと、ご理解ください。はい。まあ、そういうふうな絞り込みで、やったものをですね、まあ、見ていただいて、で、まあ、これ一個ずつクリックすると、オリジナルのデータベースに、飛んでいきます。例えば、これ、データの ID がですね、3つあるんですけれども、この GSE から始まるのは、これ NCBA のゲオの ID で、これクリックすると、確かに、NCBA のゲオの方に、ジャンプします。これは、これクリックですね。これで、ジャンプします。はい、 NCBA が来ましたね。で残りを説明しておきますと、アレエクスプレスの方もやっぱりアレエクスプレスの方に飛ぶようになってます。これですが、アレエクスプレス後で説明するんですけど、アレエクスプレスのサイトもですね、ちょっと今改修中で、今ひょっとするとつながんないかもしれません。オミックス DI っていうマイクロアレイのデータだけじゃなくて別のオミックスのデータも一緒になっているサイトに飛ぶようになってるんですけど、こんな風になってます。あと真ん中のこのプロジェクトっていうのは、これバイオプロジェクトというもので、これは配列のデータとかを NGS のデータを登録するときにいつも登録させられてて皆さん困ってるかもっていうか、まあ、結構なんでこんなの登録するんだと思ってるかもしれませんけれども、配列のデータを登録するときに必須で、実はそのマイクロアレイとか NGS のデータでもどういう実験をやったかというプロジェクトですね、とデータとして登録されているものですね。これは場合は、DDBJ の方にジャンプするようになっているんですけれども、どういう実験をしたかということが書かれているサイトです。まあ、プロジェクトってちっちゃい名前で書いてますけど、本当はバイオプロジェクトって言って、こういう形でどういう実験やったかということの情報が書かれています。でここからリンクされてバイオサンプルっていうので、一個ずつどういうサンプルだったかっていうふうな記述があるデータベースにもリンクしてますし、さらには SRA ですね、シーケンスリードアーカイブの方の LAN の方のデータ、NGS のデータですね、なんかにジャンプするようになってます。まあ、まあ、これの場合はそのバイオプロジェクトに関係があるデータをすでに全部アグリゲーションといって集めてきてくれてて、それをやった欄はどんな欄でとかいうのがもうすでにここに書かれてますね。イルミノミナハイセックの2500でやってて、シングルエンドリードでやっててとか、こういうのがざっと出るようになってます。ですので割とデータが集まって見れるものにジャンプするようになってます。まあ、こんなふうにデータを探す際にこの青いなんかを探していただ使っていただくと良いと思いますが、実はあんまり今いい例じゃなかったんですけど、で実はさっきは今はこうクリックして一個ずつでやったんですが、実はですね例えばホモサピエンスで選んでいただいて、でそれでさっきはこの選択したリスト表示ってやったんですけれども、ここ3年ぐらいのものが欲しいなと思うとですね、ここでマウスこう持っていって、ここで
クリックしてグーってやるとこういうふうにチューブみたいに選べるんですよ。でこうやってチューブで選んでここ3年とかやって選択ってやると、あのこの3年ぐらいの人のデータだけっていうのが得られるようになってなります。あとですね、もう一つせっかく来ていただいたんで言っておくと、ここにあのキーワードですね、例えば何でもいいんですけど、僕の場合低酸素の研究してるんでハイポキシアとか打ちますと、ハイポキシアとか打って検索ってやると、低酸素というそのハイポキシアっていうキーワードにヒットするエントリーがですね、まあ、リストでざっと出るんじゃなくて、リストで出る前に、年ごとの変化とどういう生物種であったかっていうのとどういう実験手法であったかっていうのがこういうふうに出ます。例えばここ5年ぐらい、これもだからこのチューブで選べるんですけど、ここ5年ぐらいで人とマウスだけ でイルミナですね、 RNA セックはイルミナだけでいいっていうふうなものをこうやって選んでリストっていうふうにするとリストがこう作れます。で、まあ、一個ずつ見るのはうざったいという人はここでダウンロード ID リストっていうカラムがあってやるとCSV 形式で見れますんで、その ID を CSV 形式で取ってこれるので、こういうふうに CSV 形式 になったID のリストが得られて、まあ後でなんか処理をするっていうふうなことができるようになってますので、ぜひご利用ください。まあ細かい使い方はそうなんです。まあ、これが1個目ですね。はい。で、まあ、こんな感じので使っていただくとありがたいです。ちょっと例が古かって申し訳ございません。なんか知らない間に大腸菌が12に落ちちゃっててすいません。で、NCBI のゲオの方なんですけれども、ゲオは実はその青色を使ってて、GSE っていう番号をクリックした時に飛んでいった先になるんですけれども、もちろんこの NCBI の方のウェブインターフェースもよくできているので、こちらで検索するってことももちろんできます。できるんですけれども、これも、もう、かれこれ20年近く作られているデータベースなんで、割と、魔境になってます。割と、いろいろ知らないと使えないというか、昔からの機能とか残してて、あれなんですけれども、今、さっきからずっと言っているそのシリーズっていうのはこの GSE っていう番号から始まる番号です。 GSE12345 みたいなそういう番号がついているもので、多くのデータセットはこの GSE 番号で語られることが多いです。他にもなんかいろいろ始まる番号があるんですけど、それには ID には意味があります。で、まああるんですけども、あんまり最近もう GSE ぐらいしか使わないかなって感じになってます。ですが、まあ、ゲオを詳しく知りたい方はちょっと統合テレビがありますので、そっちを見てください。ちょっと今日はあんまりそこは深く立ち入りません。 で EBI の方のインターフェースに関してはちょっといろいろあるので今日説明しますが、いろいろあるって言った理由は、このもともとやってきてたそのマイクロアレイのデータベースだったアレエクスプレスなんですけど、やっぱ RNAseq の時代になってだいぶ最近、変わろうとしてて、ここのデータもはですね、その OmicsDI っていうインターフェースから検索できるようになってます。これです。これはですね、その EBI の方でやっているオミックス関係のデータベースを集めてきて統合検索できるサイトで、実はさっき、森谷さんたちが紹介してくれた、J ポストなんかも入ってます。あ、てかもともとそのプロテオーム関係のデータを、まあ、検索するのにやりますっていうふうにできてたサイトで、データベースって見るとどんなのがあるかを分かると思うんですけど、こんな感じでいっぱいいろんなデータベースが検索できるようになってて、その一つにアレエクスプレスというのも入っているということです。であとさっき言ってたようなもう入ってると思うんですけど、まあ入ってます。あ、これ3つだけ、この8個だけじゃなくて続いてますからね、あるんで、ここに確か入ってたと思うんですが、あ、 J ポストありましたね、今。ありますね、はい、J ポストも入ってます。ですので J ポストのデータ探すのも実はここからでも探せちゃうんですけれども、こういうふうなものの中にからアレエクスプレスのデータは検索できるようにっていうふうに今変わってきてます。ですのでさっき実はアレエクスプレスの番号をクリックしたら、こちらのOmicsDI の方で検索した結果、その ID で検索した結果に、リンクするように、作ってあります。はい。で OmicsDI のサイトは実はで、まあ、やってくれればいいと、使っていただければいいと思うんですけれども、これもまあみんなでやると落ちちゃうと思いますけど、まあちょっと
僕だけやらせていただきますと、例えばキャンサーとかで検索した時に、こんな風な結果になってて、ここに書いてあるように、いろんなオミックス関係で どれぐらいのエントリーがあったかみたいなのが いろいろ出てます。もちろんプロテオミックスなんかがメインで、これもともと作られたツールなのでプロテオミックスが強いんですけれども、データ量としてはやっぱりトランスクリプトミックスが一番多くて、トランスクリプトミックスとかってクリックするとそれに絞り込まれてっていう風な感じで、検索して使うこともできます。でここには一応ゲオンも一緒に入れましたっていう風になってるんですけれども、でもこれ実はアレエクスプレスのデータで、これゲオ D って書いてあるんですが、もともとゲオからあったデータがアレエクスプレスに入ってて入ってるっていうデータなんで、もともとのゲオのデータには違いないんですけれども、それがまあアレエクスプレスに取り込まれてゴミックス EI から検索されてるっていう形になってます。ですのでちょっとどれぐらいこれが頻度で更新されているかとかわからないんですけれども、こういう形で、検索することが できてさらに、ここで生物種の絞り込みとかも今までの検索エンジンなんかと似たように、マウスだけとかそういうふうなこともできて、クリックした途端にこれは絞り込まれちゃうようですけど、そういうふうな、インターフェースになっているので、これもちょっと今後は注目株だなと思っております。ですのでちょっとこれはあまり、言ってませんけれども、一応マイクロアとあ発現遺伝子発現のデータだけじゃないんですけれども、オミックス関係のデータを縦断的に検索するっていうもので、統合テレビができてますので、これもここを、参考にしていただければなというふうに思います。最終的にはさ個々の、データベースのエントリーにジャンプするんですよね、これも。で、最終的にはこのアレエクスプレスで入ってたどういうデータがあったかですね、こういうローデータがあるとか、あとノーマライズしてないテキストのデータ であるとか、そういう形のデータが利用可能なんで、これを落としてきて使うと。でこういうふうなデータっていうのは、登録されているデータっていうのは個々各エントリーごとにそれぞれ違うので、ローデータが登録されてないからって言って暴れないでください。登録されてないものも多々あります。ですので何らかのデータは登録されているので、その使えるデータを再利用するというふうなものに、なってます。はい。でですね、こういうふうに公共のデータベースに登録されているものを検索してきて使うっていうのは、こんな感じでやって、それを再利用するっていうふうなことを皆さんしていただければいいと思うんですけど、そうじゃなくて、個々にもう見たい遺伝子があって、それがパブリックのなんか皆さんがいいと思ったデータセットでどうなってるかみたいなのが見たいと。でもちろんそういういいと思ったデータみたいなのを作っている研究発表しているサイトとかが、サイトというかグループとかがありますから、そこが持っているデータを探せばいいんですけれども、それを僕らの方でも用意しようと。特に遺伝子発現に関して、そのリファレンスとなる遺伝子発現のデータセットを提供しようということで、やっているのがこのレフェックスというやつです。でこれですね。でそのレフェックスに関してちょっと今からみんなで使ってみようと思うんですけれども、もともとはこれもこの統合データベースプロジェクト始めた時に、こういうリファレンスセットなんかがあるといいよねということで、始めました。これだから始めたのが13年ぐらい前ですね。で13年ぐらい前は、まだ RNSEC とかもなかったので、EST とかアフィメトリクスによるマイクロ RNA のデータとかそういうものを比較して、それを大量にシーケンスしているサイトからデータ取ってきて見やすくしてみたいなことをずっとやってきてます。で、現状ですね、どういうセットを提供しているかというお話なんですけど、ヒトマウスラットに関してだけなんですけれども、いろんな実験手法ですね、今も言っちゃいましたけど EST ですね。 EST って知らない人もいるかもしれないんで言っておきますと、CDNA の配列を CDNA の配列を読んだもので、昔は RNSEC みたいにドンと読めないので、CDNA ライブラリを作って、それのやつで、端の3プライムエンドの3ダッシュ端の方の3ダッシュ端の方の端読みの配列って言って、
お尻の方の配列だけを読んで、それをまあそれの数で発言の値を数えてたとか、そういうことをしてたんですけど、その EST の要するに CDNA のデータです。これは今でもジェンバンクとかに登録されてます。で最近ちょっとなんかニュース、新聞、ニュースになってたのは、そのこの EST のデータを集めてきて、グルーピングしてたユニジーンっていうデータベースがあるんですけど、それがまあ、提供され NCBA が提供されなくなったって言ってちょっとニュースになってましたけど、本当に提供されなくなったんじゃなくて、あれはウェブインターフェースが提供されなくなっただけなんで、データセットとしてはまだ登録続いてますから、あまり誤解しないでください。そういう EST ですね。まあ、その EST のこのデータを山中先生たちが再利用して iPS 細胞の山中因子と呼ばれるものを発見するのに使われたということで、ちょっとそれはニュースになってたんですけど、まあ、そういうものです。もともとそういうふうに使われたものです。でそれ以外のこのジンチップって言ってるのは、これマイクロアレイで、アフィメトリックス社が作ってたマイクロアレイのことがジンチップっていうから、これジンチップって言ってるんですけど、それによるデータ、あと理研の方で作ってる開発したそのケージってやつですね、キャップアナリスト・オブ・ジーン・エクスプレッションという手法で測ったもの。これは3ダッシュじゃなくて5ダッシュ端の方のキャップ構造を見て、転写開始点を決める技術 TSS、 トランスクリプション・スタート・サイド TSS を決めるための実験手法なんですけど、遺伝子発現の定量にも使えますので、それでこのケージっていうののデータも使ってます。あと RNA-seq ですね、をその今言った4種類ですね、4種類違う実験手法で、主に正常組織の40種類の正常組織ですね、まあ、まあ人とかマウスですけれども、それの40種類の正常組織で発現が異なったものっていうのを、まあ提供して、それのウェブのインターフェースを提供するというのがこのレフェックスが最初でした。でしたが、実は理研の方のファントムプロジェクトと一緒にやってまして、ファントム5のプロジェクトでケージのデータに関して、人では556、マウスでは286種類の正常組織以外の初代培養細胞とか細胞株で測ったデータっていうのも彼らが提供してくれましたんで、それに関しても見れるように今はレフェックスになってます。はい、ですのでそういうのをウェブで見れることができる。もちろんウェブで見れるだけじゃなくて、そのデータに関しては全部ダウンロードできます。これもできますので、ダウンロードして使って、もちろん自分のところで使うっていうのももちろん結構にできるようになってます。はい、でまあこのツール使ってできるのは、こういう正常組織による遺伝子発現データを調べるとか、測定手法による発現量の違いっていうのを、まあ、見たりとか、あとはまあこんだけデータがありますので、組織特異的に発現している遺伝子っていうのが計算できるんですけど、その即組織特異的遺伝子っていうのがクリック、ワンクリックで得られるのがいい点。あと自分たちなんかでいろいろ探してきて、よく今までよくわからなかった遺伝子に関して、その、まあ、発現している部位とかその機能なんかの推定ができるんじゃないかというふうな、まあ、ツールで使えるとなってます。でレフェックスなんですけど、皆さんで使いましょう。でレフェックスはもうまず、ここをクリックしていただくと、開きます。レフェックスはこんな風なサイトになってます。クリックすると出てきます。でもうこのテキスト通りやりましょうかね。で、これ見ると、まあもちろんここでキーワードを入れるとかいろいろできるんですけれども、一番目立つのはこれですね。これ何かっていうと、臓器の実はこれアイコンで10種類の臓器になってます。で10種類になってるんですけど、さっき40種類って言ったよねって思うんですけど、この中に実はいろいろ分類があって、これは脳系の組織、ここは血管系ですねっていう風になってて、これを全部足すと40になるんですけれども、この10種類のうちで1個しかないのはこの肝臓ってやつです。下に階層がないので、まあ肝臓は遺伝子発現の研究でずっと使われてきたんで、分かりやすいので肝臓を例にしますけど、肝臓のところをクリックしてみてください。これそうするとこれ肝臓特異的な遺伝子が出るんですけど、みんなでやるとちょっと出ないかな、多分大丈夫だと思います、出ると思います。はい、でこんな風に出ます。でこれ1個ずつが
要素が大きいからちょっと見づらいんですけど、470個実は出てきました。もちろんこの中にはちょっとあのアイソフォンみたいなのもあって、あとあの遺伝子の ID の重複もあって470遺伝子というわけではないんですけれども、470エントリー出てきます。でこれは何かというと、見ての通りこういうふうに肝臓で発現が高いって判定された遺伝子群です。こういうふうにザーって、これが実は40種類の組織全部で出ています。ですので皆さん興味がある組織で組織特異的な遺伝子っていうのを探してみるとあのいいと思いますね。今日のところはちょっと肝臓でやりますけど、こんなふうになってます。こういうふうにマンノースバインディングレクチンとかフィブリノーゲンアルファチェインとか、なんかいろいろ出てきます。でまあ今日の例ではこのフィブリノーゲンかな、アルファチェインなんかをこうクリックすると出るんですけど、こんなふうになってます。でこれをやると、まずはその、オリジナルのレフェックス、まあ、40種類の正常組織 のデータなんですけど、まあ、それを全体的に、ヒートマップで、あの ボディうちで作ってるボディーパーツ 3D というのがあるんですけど、それを使ったあの組織へ の発現値が高いもの、こっちが高いもので低いものですけど、ものの、あの各組織をこれで色で塗る。もちろん肝臓で特異的に高い遺伝子を見つけたから肝臓が赤くなってて当然なんですけれども、こういうあの表現方法もできます。まあこれは実はあのクリックするとこれ、胴体だけに拡大したりとか、これだと脳になるんですけど、まあ、脳はあんま嬉しくないので今のところこういうふうにこれをなんか動かすと裏側の方を見たりとか、こういうのも一応裏側から見るような、肝臓ってこの辺だから あんまり前から見ても嬉しくないんですけど、ちょっと透明度を足してるのでこれ見えるんですけど、こんな風なんで見えるようになってます。あとまああまり意味ないんですけど、アニメーション表示とかこう回すんですね、ウリーって、はい、こういう風なあの表示方法も一応できるようになってます。まあまあ、これはただ単に表示方法だけなんで、あのこっちはヒートマップで参考程度にしていただいていいんですけど、実際に大事なのはこの40種類の組織の発現のデータの分布でこういうふうになってます。で、もちろん肝臓で高いって判定された遺伝子ですから肝臓で高いんですけど、あのジンチップのデータで今回 のクリックしたやつは今のところ判定してます。で RNA-seq のデータは残念ながら出てないんですけれども、なんかこんなふうにあの全てのあの手法で必ず同じっていうわけではないので、あのまあいろいろ注意してみてください。まあ多分本当は高いんですけど、なんかちょっと組織の具合とかサンプルのそのやった欄の問題とかでいろいろあのない場合もあります。ですけど、まあ、こんなふうにあの40種類の臓器でどういう発現だったかっていうのがあのこんなふうにあの見えるようになってます。それがあのこの多分、ここに書いてますね、このはいものですね。まあなんか相当とかちょっといろいろ書いてますけど、まあちょっと今日のところはあまり説明しないでおきましょうかね。それでまず見てほしい、あ40種類の臓器で見ていただいたのはこれで、これ実はあのよく見るとここで多分になってるんですね。で多分になってて、この右側の方のタブっていうのがちょっと気になると思いますけど、ファントム5ケージって書いてあって、これクリックするとあのこういうふうにちょっと変わります。でなんかだいぶ素っ気ないヒスト、これ実はヒストグラムなんですけど出てきます。これはあのさっき言ったあの人の556種類の、臓器とかサンプルに対してあの発現値を測定したものの、これ実はヒストグラムなんですけれども、ですねこれはですねちょっとやり方があの難しいんですが、難しいというか一回覚えれば簡単なんですけど、このなんか白いかあの長方形あるんですけど、これがあの今見えているウィンドウになります。これ動かすとこうドラッグするとクリックして動かすとこういうふうにあの見えます。でこれ多いから下に全部この説明ができないので、ここをマウスで入れるとここに出ます。ヘパトサイトとかこういうふうに入れると、マウスインするとヒストグラム入れると説明が説明とあとそのケージの値が出るようになってます。でこれ多すぎるのでちょっと難しいんで、まあ、肝臓関係だからヘパトとかが多いだろうということで、ここで、ここでですね入力していて、ヘパトとかってやって GO ってやると、ヘパトなんとかっていうのにテキストマッチするあの、臓器の説明があるものだけが赤くこう出てきます。
こんな風に、はい、まあ下も赤くなってますっていう風に、まあこんな風にあの一応今見ることはここの可視化ではできるようになってます。まあ、ですけど、まあ自分なりに可視化したいっていう人はもうダウンロードしてきて、もちろん撮っていただければいいんで、後でダウンロードの仕方もやりますんで、はい。でまあちょっといろいろやり方はあるんですけれども、まあ、こんな風に簡単に使っていただければいいかなという風に思います。であとそうか、でまあこんな風に1個ずつ見る画面はいいんですけど、ちょっと戻っていただいて、戻ってこのリストとか、この、リストの状況でちょっとまた別のことができて、それは何かというと、並べてみるっていうようなことが、できます。で、例えばここで遺伝子による絞り込みとかもできるんですけど、何がいいかな。まあ、ここはまあいいか。ここで、実はリストに追加とかいうのが気になったかもしれないんですけど、例えばこのフィブリノーゲンアルファチェインをクリックするとリストっていうものに入れることができます。でこれはなんでこのリストに入れるかというと、まあ何個かちょっとリストに入れてみるんですけど、こうやって入れてみると、まあ3つぐらい入れてください。3つぐらいリストに入れていただいて、リストを見る、ここですね、リストに入っている遺伝子の数がここで出てます、3って。でリストを見るってやると、今チェックした3つが横でに併記して見れるようなツールがあるんですけど、横にならないな、あれ、あ、並べて表示ですね、あれ、 1,2,3 個入れろって言ってますね。これちょっと僕のが JavaScript 禁止してるからかもしれません、すいません、ちょっと待ってね、あ、ダメだ、横に並べて見ることができるんですけど、あれ、ちょっと待ってね、なんでダメなんだろう、3つ並べれるはずなんですが、あれ、3つ選択してるんですけどね、ちょっと言っときます、はい、すいません、リストを見るから、ああすいません、そうですね、比較するですね、比較、すいません、教えられました、ちょっと最近使ってなかったから応募バレちゃいましたけど、比較するっていうのを、はい、押してください。そうするとこんな風に横に並べて見れて、発言の違いっていうのは横に併記しないと分かりにくいことが多いので、こういう風に教えられましたけども、比較してあるヒストグラムを見る、あとはこの3つの遺伝子につけられたジーンオントロジーのアノテーションとかですね、それも同じものがあれば横に出るみたいな、こういう機能になってますので、違いを見る上で非常に役立つんじゃないかなというふうに思います、はい、こんなふうにレフェックス の機能は使えますんで、使ってください。はい、でデータなんですけど、これですね、ここはそうですね、比較するを入れてやるやつですね、はい、で実際のデータなんですが、実はこのデータに関してはここのちょっと別に隠してるわけじゃないんですけど、このダウンロードというタブから取れます。ダウンロードって押してください。そうするとここに今見えてるデータは全部ダウンロードできます。ここですね、人のデータに関してはここのものになります。で、4種類のデータって言いましたけど、 EST のデータ、ジーンチップのデータ、ケージのデータ、RNSeqのデータっていうのが、そのもともとは40種類の分類になってますから、40組織のごとのデータと、あとその一番最初に見ている 10個 の大きな分類にまとめた丸めたタイプのデータ、それも全部ダウンロードできるのと、あと理研の方のケージ、理研からいただいたファントム5のケージのデータに関しても取れるようになってます。でこれに関してはですね、全部これ DOI っていうのがついてて、このデータを再利用された際にはこの DOI をで引用していただければと思います。これはフィグシェアっていうふうになんか ID に入ってるから分かると思うんですけど、
イギリスの方でやっているそのフィグシェアっていうプロジェクトは、こういうデータ、パブリックなデータを受け付けて、まあ、半永久的にこう保存してすぐに DOI を発行してくれるというサービスをやってるんですけれども、そこに帰宅してあるものです。でこの、まあ、ID を引けばですね、実はこの ID が実は URL になってて、これが http://doi.org/以降がこの番号になってるんですけれども、例えばこれのこれですね、これをクリックするとそのフィグシェアのサイトにこれ飛ぶんですけれども、こんな風になってて、ここからもでももちろんデータはダウンロードすることはできます。どんなデータだったかっていうのはここに書いてるんですけど、まあちょっとスペースが多いからあんまり嬉しくないんですけれども、この大きなデータですね、まあ90メガぐらいあるんですけれども、こういうデータがとなってます。データだけ欲しい場合は別にそっちに行かなくて、これをクリックすれば落とすことができますので、全部これはタブ区切り TSV の、タブセパレートバリューの TSV っていう風な形で、データになってますので、ダウンロードして使うことができます。こっちの方は圧縮されているのでちっちゃいです。これはフィグシェアの方に上げているのは、フィグシェアの制約というか、まあ、フィグシェアの方でタブじゃないので上げてねっていう風になっているので、テキストそのものが上がってますけれども、使うことができます。はい、ここにもそうですね。マウスもそうです。で、我々のところで使っているその組織特異的な発現の遺伝子のデータに関してももちろんありますし、まあ、ID の対応とか、あとどういうたくさんサンプルがあるって言いましたけど、そのサンプルがどういうものだったかというものに関してもサンプルアノテーションの情報っていうのも、出てます。これもまあ見ていただくと、これはやはりフィグシェアでこんな風に出ててあんまり嬉しくないので、Google ドライブで見れるようなバージョンっていうのも用意してます。これは Google スプレッドシートの方でやってて、もうちょっと見やすい形のやつになってます。さっきの556種類のサンプルに関して、どういうふうにディスクリプションが書いてあるかとか、どういう分類になるかとかいうことが全部書いてます。でこの中で自分たちがこう興味のあるセルラインがあるかとかいうのを探していただいて、ファントムの556個の中から探していただければいいんですけど、ちょっとその Excel のオペレーションは難しいかなって気はするかもしれませんけれども、まあ、そういう時にはちょっとユニックスの操作で、データを抽出していただけるとありがたいかなというふうに、思います。はいはい、だいぶはいできました。まあ、ちょっと大雑把ですけどこんな感じのものになってます。まあいろいろあるんですけれども、こういうふうに自分たちの興味のある遺伝子とか興味のある組織からアプローチしていくというふうな形でやるの時に使ってください。で実際にこのレフェックスを使って自分たちが興味のある遺伝子はもちろん自分たちで確認実験するんですけれども、興味のある遺伝子とこう比較対象にするようなものがどんな発現しているかとか、そういうふうなもののデータのソースとしてこのレフェックスを使って、論文発表していただくっていうケースが、増えてきてます。ですので皆さんもぜひよかったらそういう形で、使っていただければというふうに思います。でですね、まあ、そこまでがレフェックスの話でした。でレフェックスとかはもう一個ずつの遺伝子が分かってて、もしくはそれをレフェックスの中でいろいろ探した結果、組織特異的な遺伝子を探した結果出してくるんですけれども、 RNSeq とかの実験ではですね、主に発現差を見て発現差がある遺伝子群っていうのが出てくると思います。もちろん一個ずつ見ていけばいいんですけれども、それが数が多いとなかなか、一気に見るというのは難しいとか、あと、まあ最近よくそういうふうな発現差がある遺伝子群で、エンリッチメント解析、まあ、多くの人が合解析とか言ってしまってますけど、あんまりその言葉は僕好きじゃないんですけど、ジンセットエンリッチメントアナリシスですね、 GSEA という形で、やるっていうことができてます。まあ、もちろんその遺伝子の絞り込み、こういう遺伝子が発現が変わってましたみたいな絞り込みに関してはそれぞれごとに皆さんそれぞれこだわりがあると思うんで、そこには僕は立ち入りませんけど、そういうセットが得たときに、じゃあその遺伝子セットはその人なら人の全部の遺伝子の中でどういうふうな特徴があるか、
手の、知りたいって言った時にこういうツールが役立ちますので、それを簡単に最後に紹介して終わりにしたいと思います。で、まあこの GSEA のツールって実はもう今山ほど出てるんですね。で、いろいろ出てて、いろいろあって、もうどれ使ったらいいんですかって状態になってるので、とりあえず僕は共同研究者たちに言ってるのは、このメタスケープっていうのは簡単だからこれ使ったらっていうふうに言ってます。はい、これを使うのをちょっと推奨しています。ちょっと前まではデイビッドっていうツールを使いましょうって言ってたんですけれども、アノテーション、遺伝子のアノテーションの更新の具合とかから考えて、このメタスケープっていうのがいいんじゃないかっていうふうに今言ってます。まあこれはマイクロアレイで言った時の説明なんですけれども、実は RNA-seq であろうがマイクロアレイであろうが関係ないですね。デグは遺伝子の発現差にある遺伝子っていうのは関係ないので、発現に差があるっていうふうな遺伝子のセットになった途端、あとはもう一緒なんですね、解析は。ですのでマイクロアレイでやった実験であっても RNA-seq でやった実験であっても、そのデグっていうのは取ってくることができます。でもさっきも実はしつこく言ったんですけど、そのデグをどう取るかっていうのはそれぞれの研究とか実験とか次第なんですね。なのでなんか、FDR 何歩でやったらいいですかみたいな質問が来るんですけど、それは言われても僕お答えできませんので、それはそれぞれの実験、皆さんがやってる解析次第で、それの、まあ、違いがあるものの数で次第とかでいろいろ調整するべき問題なので、そこは皆さんで実考えてやっていただければと思うんですけど、そういうセットを得た時にそのセットの遺伝子がどうなってるか、それを、まあ、この、メタスケープなんかを使った解析でやってみましょうというふうに思います。でですね、まあメタスケープ使ってみようと思うんですけれども、こういうサイトになってます。はい、こういうサイトになってます。で、簡単で、ここに遺伝子のリスト入れてクリックして終わりです。それで結果出てきます。で、それだけじゃあれなんで言いますけど、なんか遺伝子のリストが欲しいなという場合は、ちょっと僕が昔作ったこういうアフィメトリックスのプローブの一覧がありますんで、これを使っていただければいいなと思うんですけど、ちょっと多いんですけど、これかもっと別の、自分でそういうセットをお持ちの場合はそのセットでもいいです。今アフィメトリックスのプローブの ID が見えたと思うんですけど、別にこれアフィメトリックスのプローブの ID じゃなくたっていいです。ここに1時間経ちましたね。はい、ここに書いてる通り、何でもいいって書いてますね。ジーン ID であるが、シンボルであるが、レフセックの ID であろうが、アンサンブルであるが、ユニプロットであろうが、何でもいいですって書いてます。ですので何でもいいので、その自分の持っているやつのやつですね。僕の場合これちょっとこの辺のアフィメトリックスのこの辺の ID、これぐらいにしとこうかな。数はそれなりに多くてもやれると思いますけどね、人の遺伝子全部出しちゃってもダメなんで、そこだけは分かっててください。で、ここで、ペーストして、あとはもうサブミットですね。そうすると、あなたの ID は人ですねってこう聞いてくるんですね。人なんで、早く解析しろってことで、エクスプレスアナリスっていうふうにすると、僕が投げた19個の遺伝子に関して、エンリッチメント解析が返ってくると思います。で、今全部やらなかった理由は解析の時間が遅くなるからです。ただそれだけなんで、皆さんは好きにいろいろやっていただいたらいいと思うんですけど、そういうツールになってます。で、もう本当にやることはそれだけで、あと出てきたらアナリスレポートを見るというふうな形になるんですけれども、はい。この僕のさっきの例では。629個の遺伝子やってますけど、それでも別に結構です。この辺の ID の選び方はそれぞれいろいろあっていいと思いますんで、はい、まだやってますね。ちょっとみんなでやってるからかもしれませんけど、出てきたらどうなるかというのをじゃあ説明しながら見せますけど、出てきたらこんなこういうふうにこのアナリスレポートページってボタンが出てきます。で、これクリックするとこんな感じのページが出てきて、
まず解析結果を全部ダウンロードしますというふうなボタンもありますから、とりあえずやっといたらいいんですけど、実はこれ解析結果は3日ぐらい残ってるので、この URL を覚えておけば、そのページの URL を覚えておけば、それ同僚に送ればこれどうって 送ったら3日以内なら見せれますんで、そういうふうな感じになってます。で、一番多分見るのはこのエンリッチメントサマリーってやつで、ですで、自分が選んだそのリストの中にあった遺伝子がですね、その全部の人なら人の全部の遺伝子からしてどういう遺伝子がより含まれてたかというのが出ます。で、それがよりそのピーチがゼロに近いっていうことなんですけど、ものからこう上に出てて、あなたの持ってきたセットの中にこういう遺伝子がこういうふうな機能っていうふうにアノテーションされる遺伝子が多かったですよというのはこういうふうな感じでできます。この例だと1番だったのがレスポンスとオキシジェンレベルで、2番目がカノニカルグライコライシスとかいうふうになってるセットだったと、そういうものです。まだかあ、もう終わりそう。あ、終わりました。これもアナリスレポートページってやるとこういうのが出てきます。さっきのやつの一部のセットだからこういうふうに出てきて、似たようなもの出てくるんですけど、こんなふうに出てきます。で、今投げた中は37個あったんですけど、その中に遺伝子は19個でした。これはアフィメトリックスのプローブの ID やったんで、遺伝子が数が減っちゃう、ことも多いです。RNSeq だとあんまこういうことは起きないと思いますけど。で、どういうアノテーションが多かったかとかいうのはこの辺にいろいろ書いてるんですけれども、あとはアノテーションがエンリッチされてたパスウェイというか、ジーンオントロジーのグループとかがあるんですけど、それがどういうふうに関係してたかとかいうふうなものがこうサイトスケープなんかのこうで見れるようなデータになってこう書いてるんですけど、ちょっとここだとちっちゃすぎて見えないと思うんですけれども、こんなふうになってます。これもちょっと全然面白くないんですけど、タンパクインタラクションのデータベースっていうのが世の中に あってですね、EBI にだとインタクトみたいな名前で あって、そこに遺伝子入れると、その遺伝子がコードするタンパク質と今まで の2ハイブリッドの結果とかがから知られているインタラクション、インタラクションというか、くっつくだろうというタンパク質が検索できるんですけど、それを前もっても今の19個のセットからの中で検索してくれてるんですね。で、それにどういう遺伝子があったかってことなんですけど、複合体になれば本当は嬉しいんですけど、なんかその19個のリストの中ではなんかお互いくっつくぞっていうのが3ペアあっただけってことにこれなるんですけど、そんな風になってます。はい、あとはこの解析をやったやつをパワーポイントで、サマリーを作ってくれる、これクリックするとパワーポイントのダウンロードが始まって、これを保存して、保存して開くとパワーポイントが開いてですね、パワーポイントのプレゼンテーションが、ちょっと僕パワーポイント入ってないんで、ダメだ、これじゃない、パワーポイントの パワーポイントでこういうふうに、実はさっきの結果をもう作ってくれてて、ボスに説明するときに便利ってやつですね。はい、あとだと全部もうリファレンスとかも書いてくれてるというふうな感じです。そういうふうなものがここからダウンロードすることができる。で、ここのオールインワン ZIP ファイルってやると、このデータ全部ダウンロードしてきて、この中のファイルが全部取れると。で、これ今はパワーポイントのファイルだけ見たんですけど、本当はこれエンリッチメントのこのエクセルシートがすごく実は大事で、エクセルはそっち行っちゃうか、そっち行かれると困るんですよね。なんかこっち行っちゃうとちょっとすいません、ちょっと Windows が起動しちゃうんで、ちょっと待ってね、これをちょっと保存してプレビューでいいや。ちょっとプレビューだけなんですけど、こういう
まあ、今投げた37個 の, あのプローブの ID にどの遺伝子がついて、どういう遺伝子リスト、遺伝子でしたかみたいなものもこういうふうに出るし、それらがをあのパスウェイでエンリッチメント解析したときにどういうあのパスウェイのとか、どういうジーンオントロジーの ID がついたかとかいうあのリストがですね、詳細な結果ここに出ます。まあ、多くの場合自分が興味がある遺伝子でやってるので、こっちの方があの興味がある人が多いと思いますんで、あのエンリッチメントのああいうヒストグラムのサマリーもいいんですけれども、こっちの方で見るといいと思います。これあの実はあの多くの、 あのパスケグであるとかジーンオントロジーであるとか いろんなあのそういう、エンリッチメントに使うグループのグルーピングの単位のこうデータベースがあるんですけど、それはあの結構重なってます。ですのでこれ1アンダースコアから始まるのと2アンダースコアから始まるのとっていうのは、これ実は1個 の, あのさっきのヒストグラムでいうとこの1個のヒストグラムの単位で、あの全部一緒です。実はあの構成されてる遺伝子の単位がですね、遺伝子がまるっきりほとんど一緒だったんで、ああいうヒストグラムではあの一つにしちゃ、まとめちゃってるんですけれども、実際にはジーンオントロジーのメンバーとしてもいろいろあるし、まあ、他のリアクトームのパスウェイでもこういう ID だとか、そういうふうなあの詳細な情報がこうやってあの載ってます。ですのでこういうふうなもので、遺伝子の単位をあの逆に見るというようなこともあの結構大事なんで、あのそっちに使っていただければと思います。ちょっと回りくどいですけど、まあ、そういうふうな感じでエンリッチメントのツールは使ってみるといいかなというふうに思います。でこういうエンリッチメントのツールはですね、いろいろあって、あのいろいろ使われてるんですけど、なんか最近この IDEP とかいうのが結構みんながあの、注目というか、まあ 使ってる人が多くて、この IDEP っていうツールはいろんな、まあ、あの解析がですね、まあ、エンリッチメント解析も含めてあのまとめられてるツールで、まあ、あの RNAseq 解析をやる人が最近よく使ってますんで、まあ、これも、まあ、もしやられることがいたら、あのなんかこんな風に感謝しますが書いてるんですけど、なんかあのあれですね、あのリードのカウントから始まって最終的にはエンリッチメント解析とかまで、まあ、クラスタリングもとかいろいろなものも含めて、データをアップロードすると全部やってくれるみたいなあのページあのツールもできているので、こういうのもあの参考にしていただけるとありがたいなっていうのは、これ応用に実は入れてたんですけれども、まあ、そういうものも、まあ、あの使っていただければと思います。ちょっと IDEP に関してはまだ統合テレビができてないんですけど、そのうちできると思います。作ってるんで、はい。でまあ講習に関